り上がり。バジリスク3最速実践動画へ。はい、静かというのもね、まあ、前回もマダマギ2の時に、お貸ししていただきましたホールさんです、コンコルド、345吉浜店さんで、まあ、今日休日なんですけど、わざわざ開けてもらって、まあ、歌してもらうということ で僕はね6の挙動を皆さんにお見せしたいなというふうに思います。はい、パチパチでね、横で、まあ、ペルさんが誰かに1歌して、まあ、その差とかもね見せていきたいなというふうに思ってるんですけど、まあ、ただね6を打つだけじゃ刺激が足りないということで、で僕もやっぱね3000枚出しても手元に何も来ねえということで、それじゃあ気になんという僕のわがままを聞いてもらいまして、報酬ミッションっていうのを作ってもらいました。それがまあざっとこんな感じです。まあ、全部取ったら4万5000円ですね。でかいです。いい店行けると思うんで、まあ、4万5000円ガンガン取りに行ってやろうと思っております。で、まあ、一応なんか罰ゲームみたいななんか考えやがったらしくて、サマイマイナスっていうのは6なんで多分大丈夫だと思います。で、怖いのがねこのボーナスプラス ART 間の1000ハマり、ケツバット一発なんですけど、まあハマるよね。おはてんの磯丸くんなんで、まあでも今日はね6の動画を皆さんにお見せできるようにとりあえず頑張って、もう早速打っていきましょう。で、申し訳ないです。僕、なるべくいいところとかを見せたいんで、スタッフも一応打ちます。で、いいフラグ引いたり、例えば帰国収集とかに入ったら、代わってもらって僕が打つ可能性があるんですけど、そこだけちょっと皆さんご了承ください。申し訳ないです。すいません。なるべく皆さんにいい動画とかね、いい絵を見せたいなという心からでございます。というわけで、早速実践の方に行きたいなと思います。はい。早うと成り上がり。はい、じゃあね、早速バジリスク3実践やっていきたいなというふうに思います。あー緊張する。でまあ本当大きく絆とゲーム性が変わってて、どちらかというとバジリスク2に寄ったイメージ僕の中でね。でもバジリスク2とも何とも言い難い、まあ本当新しい新ジャンルの開拓といったイメージでいいかなと思います。まあ、打ち方の説明とかもまあ最初なんでやっていこうかなと思うんですけど、まあオールフリー打ちで OK です。以上終了、以上で終了です。どうぞ。でまあ通常時まず何をするべきなのかっつったら、このね周期で、チャンスゾーンの抽選をしておりまして、おお、男女、あこれ多分ありますね。なんか朝一の高額状態の概念あるんですけど、まあ高額に移行しやすいが多分変更時にあるのかなと。でここで引いたレア役っていうのは、短縮抽選が優遇されると。いや者ども。でその短縮するって、まあ、今何もゲーム数見えてないのに何を短縮するのっつったら、まあとりあえずそのモード別に、周期天井に最大256なんですけど、1から256、まあそのモードを参照して振り分けられて、それを内部的に勝手に短縮してくれます。和睦が迫ったこの時期に何故、まあ有名なセリフですよねこれ。ああ誇張乱舞、もうオールフリー打ちで全部大丈夫なんで。でまあ一応判別としてはまあ3連揃うようになってるんで大丈夫ですね。でまあ周期に到達した時に一体何が起こるのかっつったら、まずチャンスゾーンに当選してるか当選してないかの、合否の演出が来まして、でそこから発展、成功してたら総人チャレンジというチャンスゾーンに行くと。まあ、まずそこまでの流れ行きましょう。占って死んでよ。まあ、この演出一つとってもかっこよくなってますもんね、兆し。だから周期に到達したかもねという煽りだったのかな、もしかしたら。まあ、その時は、用意された前兆のステージがあるんでそこに必ず移行します。わしただごとではない。これで成功でソニーチャレンジ、まあこれで周期到達してましたってことですね。あ違う、多分これでまあ成功したらソニーチャレンジで、ここから外れて前兆ステージじゃない。ああだね、謀略への道感じ合ってます。謀略への道に行きました。これが一応周期に到達した時に行く前兆ステージ、これで成功すれば総人チャレンジへ行くと。
外れ目でチャンス、まあ、チャンスアップじゃないのかな。これこの演出の基準が知らないから僕も何とも言えないんですけど、すごいね BGM の使い方がすごい。ただ僕はこれがどうなればいいのかあんまり。ああ、これでまあ成功すれば、ソーリンチャレンジへ行くと。倒せ。多分これ敵も種類がありますね。現実に沿ったんだったらこの敵、あ、出てこないわな。あ、いたいたいた。一発目の周期で総人チャレンジに行きましたね。さすがバズーカで行きましょう。で総人チャレンジ、まあ、どちらかというと海岸チャレンジみたいな感じで集結させろに行きましたね。まあ、種類3つあるんですけどそのうちの1つ、まあ、行きましょう。でこの時はリプレイを行けばどんどん上がっていって、まあ、やっていけば分かるな。リプレイ引くごとに上がっていく、まあ、レアグルも OK なんですけど、上がれば上がるほど ART の期待度が高くなると、この時はなんかリプレイ一発で 74% でアップするとなんですけど、全然上がらんな。サイモン止まりか俺は。やめるでないぞ。まあ、こういう何かのきっかけの時にリプレイが揃って上がってカゲロウも来たと。これの次がヒョウマですね。ヒョウマまで来るとこれの色が赤なんで、まあ赤熱いっすよねっていう理屈なわけです。まあもうゼロになったね、今から発展するんですけど、まあトータル期待度が 42% あるんで、ちょっと期待したいんですけど、ここのリプレイはダメなのかな。勝者なんとも他愛のないものよ、だそうですという感じだね。はい、これがまあ周期到達した時の基本的なフロー。おーい、歴代歴代強チェリーっすね。参ります。かわいい。やりました。かわいいっす。赤文字っすね、思い人。あー、チャンスアップはないですね。まあ玄之介にタッチできれば、成功と。サイモンチャンスアップ、おこいチャンスアップで玄ちゃん行くでしょ。これ行きましたね。これボーナスじゃないか。行きます。で成功で、これ成功したらソニーチャレンジって書いてあったんですけど、あ、ソニーチャレンジでしたね。ソニーチャレンジの方に行きました。で、まあ、さっきと同じやつですね。これ短縮させなくてもレアエクでもいくのか。基本的には減算、周期を減算して、到達する周期が減算されて到達して抽選だと思うんですけど、標準一発で減算したのかな、それとも子役からいくのかな。まあ、ちょっとまだ不透明な部分が多くてごめんなさい。ダメ、緑かげろうのまんまっすね。一応かげろうの期待度が 30% と。プッシュが出るとチャンスアップなんですけど出ず。勝者なんとも他愛のないものよ。行きましょう。なるほどね、強制一発で短縮しきったと。で周期到達してチャンスゾーンに行った。通常じゃあこれで OK です。ピエロさんの代でなんと、帰国収集出たんで、ちょ、もう全然この肉体美の全然ぶっ潰しやりたいだなと思います。行きましょう。ちょっとまあいいか、音めっちゃちっちゃいな。いけ、だ ベルの 5% とかじゃないですか。リプレイ、うわー、いけ、うわっ、どうやったら倒せる。レアか、甲賀の最後見届けてやろう。
ごめんなさい。何者かがつけておる。待っており。伊賀者じゃん。はい、よぎりの忍法勝負。一応赤文字ですね。これは総忍チャレンジいったんじゃないでしょうか。演出見ながら行きましょう。はい。最強かよ、最強かよ。肉弾戦車っすね。あー、音がやばい。あー、セクシー。アジリスク3ちょくちょく入れてくるわ、これ。セクシーショット。まあ行きましょう、総忍チャレンジで謀略。あ、じゃあごめんなさい、集結させろですね。リプレイ行くのそんな難しいか。あー、レア行くよ。いやー、兵庫まで来た、いけるやろ。もう一個行けば源之助はもちろんレインボー当たりなんですけど、俺はいけるやろ。てか行ってくれやな、そろそろサマイが行かれる。死にたい者は誰じゃ。俺だよ。オッケー、レア君素晴らしい。源之助まで行ったんで ART 確定と。はい、はい、行きます。一応源之助まで行ったらここからどうなるかちょっとまだ分かんないですけど行きます。あー、でも発展するんですね。またレア役めっちゃクールだ。行きましょう。はい、おい、もうやめよ。これが甲賀万事谷の地で、万事谷防衛したんで見事バジリスクタイムに突入と。行きましょう。あー、源之助か。かっこいいっす。音、ちなみに音は最後まで響きます。めちゃめちゃかっこいい。あー、でもこれでもう入賞っすね。突入っす、これで。いやー、あれ、突入画面も一応もちろん、3種類ありまして、高モードに期待できるというわけでございます。まあこれなんで普通ですね。まあ全ての可能性があると。いきましょう。はい、おなじみですよ、おなじみ、おなじみの追走の時。純蔵の方が 1.7 枚とかなり下げられて、まあ、ボーナス込み込みで、2枚っていう、まあ、マイルドに仕上げられている、そういう ARD になってます。でここからですよ。10ゲーム消化後、ここからいきますよ。これですよ、これ、今から総人入るんですけど、人数がマジで大事。いきます。6人4人で、4対6なんですけど、これ今回継続が完全ガチ、完全ガチの自力です。まあそれどういうことかって言ったら、ベルで攻撃で、リプレイでダメージを食らう抽選するっていう感じになってて、単純に少ないとすぐやられちゃうっていう考え方で OK です。いきましょう。まあ、組み合わせは普通、なんかレンドロイドみたいな、かわいいっすね。まあ行きましょう。開始、始めっすね。はい、でとりあえずベルを引けば攻撃してくれると、というか攻撃するチャンスと。で、あー、もう今はもう一人倒したんすよ。はい、ベルで、あ、これもいいですね。これ一応下段ベルってベルリプレイなんですよ。なんでリプレイなんですよ。リプレイをベルリプレイに押し順ナビで書き換えるのを、モードで管理してると思っていいと思います。 ART レベルが高いほど、ベルに書き換えやすいと。リプレイを今すげえ倒してるな俺。はいはいはい、おら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 、あと1匹よ。あと天然、噂では天然バリクソ強いらしいっす。天然バリクソ強いらしくて倒せるわけねえだろと。 OK、 余裕めちゃめちゃ余裕で倒しましたよ。で今3人抜けてなってるんですけど、こういう何、僕らにとって有益なことが起きた時に無双ポイントっていうのが溜まってます。で無双ポイントが、まあ、溜まれば溜まるほど恩恵があると。で何か恩恵があった時にはプッシュが出てきて告知してくるらしいです。同術チャンス、新同術チャンス、帰国集中。行きましょう行きましょう。でもう一回追走の時と、まあこの辺は今までと変わらず、変わったのは総人の乱の自力感。
まあそこのレバーの叩きどころで勝敗がガンガン決まってしまうと。でバディ2と同じでストックの概念もあると。勝利確定の ART をストックすることもできると。なんで子役も引き損ではない。いきましょう。6、4、この振り分けがきついですよね。4人で6人倒すですからね、無理でしょう。ちょおぼろがいると、チャンスです。いきましょう。まあお昼あーついだろこれは。12月5日や。お、チャンスベルよ。チャンスベルで8点で、8点したらとりあえずエピソードいきます。これね、おなじみのやつやん。もう怖い怖い怖い。まあ家康にやらされてるみたいなやつですよね。いきましょう。どこだ、こがもろ。どれぐらい変わったのかっていうのも、こっちじゃ、わかるぞ。あ、負け物。一応赤文字とかチャンスアップ系は何も出てないけど倒しましたね。余裕で倒しました。ああ、ペロペロたまんねえなおい。はい、というわけで、というわけでヤシャマル撃はね、7ストック。これもしかしたらあれ聞けるかもしれないです。いけます。ほら来た、たまんねえなおい、たまんねえぞおい。これでもう継続は確定、いただきました。おら、なめんなよ玄之介よ。やっぱ玄之介は結構粘りますね。え、ちょっと待って、 おもろいかもしれない普通に。なんか、あのトラブルに出てきそう。おー、ちょっと待って、ただの攻撃やで。あ、これ帰国収集の代わりか、前作のっていうことですね。行きましょう。左左右中、はい、というわけで、まあワイルドアイズじゃなくてごめんなさい、甲賀忍法帳流れ取ったんで、継続はいただきますと。あー、やられちゃったよ。はい、かなり嘲笑われた。左左で終了と。まあ連チャンス、あー、ここだ。4連の232枚ですね。獲得枚数はやっぱり順調少ないんで、少ないです。行きましょう。左左、残念。あ、あ、RT、 まあ ART なんでこういうのもあると。ついに始まりよったわい。あ、銀のメダルっすね。今の銀のメダルが揃うと周期到達だよーんっていう合図。あの小さかったおもろ様が。お疲れ様でした、帰ろう、逃げよう。あー、もうだから嫌やねん、ほんまこんな。あー申し訳ないな。あー、いくぞ、120パーで来い。じゃあ行きます。あー、あー、桃やんて。あー、桃やんて。あー、あー、もう嘘やと思ってるやん絶対。マジで嘘言ってよ。もう頑張ります。もういいね、いいね、ナイス、いきます。でまあね、今ちょっとこの持ちコイン1000枚なくなるっていうので一発食らったんですけど、今見てもらうと分かるように687ハマりしてるんで、このボーナスプラス ART 缶ハマり1000で一発もう次食らったら俺もうやばいかもしれないです。もうケツが、ケツじゃない、ももなんですけど、まあもういいんですけど、まあだから 6でも、6でも1000枚なくなるってことですね。良い香りちゃん、皆さん設定狙いするときは、まあ、1000枚マイナスぐらいの覚悟は平気でしといた方がいいということですね。食事にございます。あって、幻の人、これはいったんじゃないですか、総人チャレンジ。これ初めてのやつですね。ちょっと見ましょうか、ゆっくり。こちらです。温泉を探してるんですかね。
もう一息です。本当？こちらですわ。へへ、嘘でしょ。温泉入るために頑張りすぎでしょ。おぼろ様、どうかお気を落とさず行きましょう。はい、こちらでございます。はい、これかわいいね。たまんなかわいいね。あ、これもいいな。まあまあまあ、まあ行きましょう。で、ソーリンチャレンジ、ようやく5回目ですからね、ソーリンチャレンジ。リプレイ1回目いけん。そうでしょ。業務だけっすよ。オーラも、白かこれ、一応あんのか。打ち果たし、いや、お前無理やろ、お前なんでそんなやる気満々やねん、お前絶対無理やろ。お前やバカ、お前やめちゃくちゃおもろいな。怖い、行くぜっつって。嘘でしょ。あ、やべえ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 。まずまずだな。あ、いっちゃった。皆さん申し訳ない、現在ユギス宣言部到達してしまったんで、多分実戦がすぐ見たいと思うんですけど、まあ一発ボーナスプラス ART 感で線はまったんで、マジで嫌っすけど、もうやる、もうルールなんで。その代わり受けたからね、俺絶対金もらえますからね。行きましょう。行ってまいります、兄様。おっつそう、巻物フリーズしちゃう。おらー、フリーズしちゃった、フリーズした、フリーズした。いける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 。巻物からフリーズしとる。おぼろのポワーンってやつ、音がちっちゃい、音が全然聞こえない。だそうです。すごいね。これでも揃うんすか、揃えていいですか、白いの揃えていいですか。なんか先輩がいきなりあの横でフリーズして、ま説明しますと、あのおぼろのバババババーンみたいな、あれ出た時点で絆やったら戻し確定みたいなやつがあるんですけど、それで斜めの巻物からフリーズしました。まあちょっと押しますね。もう下段？下段？ダサ。ダサ。揃うと思ったのに。あ、うわー、音出て。まあほな、容赦なく揃えさせていただきたいなと。ついに始まってしまうのですね。あ、そう。いきます。気持ちいいっす。じゃあもう話しますわ。もうこれもう話したくないですけど、いきます。かっこいい、超かっこいいっすね。よし、行きましょう。じゃあプレミアムバジリスクチャンス、早速、まあ、僕の代じゃないんですけど、あの紹介させていただきたいなというふうに思います。こいつの能力ですね、まあ、まず200枚取れるボーナスなんですけど、同日揃いしやすくなっているということです。で、まあ、恩恵としましては、90% ルーブの ART と、残りストック2つもらえると。まあ 90% ループっていう言い方があれなんですけど、まあ最高のモードの ART、 まあ自力の継続なんでね、超渋いな。これめちゃめちゃかっこいいっすね、レア君。
ジャックチェリーはやっぱ乗らないですね。普通のバジリスクチャンスでもあんま乗らないですけど、これ乗ったっしょ。赤がっといい、とりあえず1個パイブッター、これは乗ります。威嚇、おらおら、乗ってきた乗ってきた。普通の青がっといいんでも3個目めちゃめちゃ強いっすね。これこれめちゃめちゃ強いんじゃない。やっぱり、まあでも最初からストック2つもらえるんで、まあ、合計 RT3 つでしょ。でそっから今ストックするから、下からおーやった、おらい、はい、5個で3つ持ってるから合計8個の RT、 そのうちの1個が最高ループと。やーば、いきますよ。天然が出るかもしれないですよね。ちょ行きますわ。行きます。超かっけー、超かっけー。俺ちょっとこの台家持って帰ってそのまま売っていいですか。はい、はい、はい、いいんすか。なかった。通常ゲーム数1199ゲーム、で次が天井ですね。行きましょう。このゲーム数これでおそらく天井到達と。こっから全長、あ、まあ来ましたね。全長経由して ART を告知するでしょうね。行きましょう。それを経由すんの、やらせはせぬ。はい、わしらの勝ちのようじゃの。そういうことです。まあ、なかなかこの画面も珍しいんじゃないですかね。まあ、これ業務だけやったらめちゃめちゃ熱かって、もうどこに半端ねえな、ドヤ顔が。まあ、行きましょう。天井 ART ですね。一応このチャンスを経由すると行きましょう。5000円ゲット。これでごめんなさい、まあごめんなさい、もう私事なんですけど、5000円ゲットというわけで、すいません、ありがとうございます。で、まあここから推測になるんですけど、バジリスク2で天井行った時 50% 以上の ART プラスストックがあったじゃないですか。今回ももしかしたらあるのかもしれないですね。まあどうなの、天井に恩恵があるとは思えないんですけど。エピソード、やばいやばいやばい、止まんねおーれ、もうボコボコじゃない、ボコボコじゃない、めちゃめちゃ溜まってますよ今。これは無双連撃いくんじゃない、なにこれ、あ、必殺技だよ、かっけえ、そんな技使えるんや、サイモンって。あ、真似してたんか。これは多分恩恵が飛んできます。無双ポイントがものすごい溜まってると思うんで、行きましょう。で、当日チャンスに行くと、まあこういう感じで無双ポイントが溜まれば溜まるほど何かしらの恩恵が飛んでくると。当日チャンス、二重ゲーム消化でカットイン出たらバンを狙う、まあ、バジ2の同流チャンスと一緒ほぼで、1回の同流チャンスあたりの平均上のセキタルが 0.35 個、だからもう3回に1回は1個は乗るよっていう、厳しい。お察しっす。まあ残念ながら1個も乗せれず、これめちゃめちゃ偉そうな背景ですけど、これがデフォルトです。じゃあ行きましょう。やばい、やめろ、やばいって、やばい、あーやだよな。じゃあリップを連続で引いちゃうともう一瞬っすね。279枚、やめちゃわしたこちら、ことではここか、主を捕らえろ、はい、まあ、獅子狩りじゃんすね。あー、いた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 、ここで行くんだ、はははは、ほらお前もうなんか
じゃあマジ業務がやべえわこれ。この台行きましょう。ソーリンチャレンジ、おー熱い方ですね。帰還せよ、行きましょう。さっきの仲間集めてリプレイで仲間集めてましたけど、これはベルで、上がっていきます。行きましょう。歌がかっけえな俺。まあベルの時はナビ出るんで、あレア役、うわー強調やん、これは言ったでしょ。はいはいはい、で上がった。もうお声まで行けばもう間違いないです。ああれらしい1枚。えな、ああもう当たりましたね。絶対笑ったか。あー行こう、げんちゃん。来い、5対5。まあせめてフィフティフィフティよね。なあおぼろ何パーぐらいなんすかね。よし、いいぞいいぞいいぞ。結構溜まってんじゃないですか、無双ポイント。いや紫、これは無双連撃、無双連撃いってんじゃない。リプレイが多分ベルリプに変換されてるんですよ。はい、行きましたね無双連撃ようやく。これあのもうすでに多分始まってると思うんですけど、リプレイが押し順でベル並みに変換されてるっていう状態なんで、実質攻撃が止まんないと、そういう状態です。こいつね変化されてるんで、で多分ベルレンでまあ倒せる、倒しますね。でめちゃめちゃ無双ポイントも溜まってるんで、これはおそらく何かしら恩恵あるでしょう。はい、ストック、これで ART をストックと。あ、おもろや、激発、まあ、おもろがしれっと出てきて激発からのボーナスとかが、あーボーナスっぽいな、あーボーナスっぽいですけど一応外します。で、あら空気も読まずに本日初の黄色ボーナスかな。いやーよかったよかった、本日初なんですよ。狙ってくださいます。はい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 、この攻撃逃すことはない。はい、バジリスクチャンス、よしじゃあ行きましょう。バジリスクチャンス、いよー、まあ200枚取れるボーナスで認識で OK です。でまあカットイン出た時に揃えば ART ストック、通常だったらまあ ART 突入と。はい、残念ながら1個も揃わずですね。まあそんなもんでしょう、行きましょう。669枚でここからは準備中 OK をすると、まあ A プラス ART ならしょうがないですね。無理だ、あーすげえな、紫金文字のみを天然リプレイで出ましたね。なんでそんな怒ってんの。あーあーあーあああああ、これさもうほんと完全にあれっすもんね、完全にナルドの必殺技っすもんね。行きましょう、これ10セット目じゃないか、10セット目ですよね。ごめんなさい、ほんとにもうまだね、私ごとで申し訳ない。ARD10 年、ね、5000円いただきました、ありがとうございます。巻物後期、あいよ4対6。これがね見にくいっすね、やっぱり前作とかと比べると。お昼終わるんじゃないですか、ほら856枚358ゲーム滞在、結構あっけないっすね終わるときは。あーなるほどね、じゃあ中2期国主
2発目いきましょう。もうあのはず、あとはないですから。振動術見たいっしょやっぱり。いきます。ダイ、これまでじゃ。甲賀の最後見届けてやろう。これ解除できる人いんの。まあ ART がめちゃめちゃ面白い分、やっぱり通常時のシステムはなんか食事にございます。つまらんですね。どうぞ。周期のゲーム数とか目に見えたりしたらね、ちょっといいかもしれないですけど、もう本当に冗談抜きで強チェリー待ちです。弱チェ巻物は、弱チェは壇上に移行するんですけど、巻物が本当にいつどこで仕事してるのか僕ちょっと本当によく分かんなくて、まあこれ本当あのディスってるとかじゃないですよ、あの思ったことを言ってるだけなんで。まあその分 ART 入ってしまうと、あのやっぱ自力感でどこまでもいける気がします。気のせいかもしれないですけどね。無双連撃とかやっぱ面白いです。イケイケ感がありますね。ただ獲得枚数見ちゃダメですよ、ゲームするんで。もう声まで行けばもう大丈夫なんで。ゲイ、もう大丈夫です。91ゲーム早いな。ちょっといい？いや大丈夫です、復活す。うわー、おこ 100% やと思ってな。しーいやタイムアップ、タイムアップ。いやほんまに申し訳ない、もう残念ながら僕の実戦では全然見せ場できず、ただただケツバットを食らうっていう動画になっちゃって。でもその代わりね、あの別の方がフリーズ引いてくれて、僕は何もできなかったですけど、ごめんなさい本当に、帰国収集も成功させられなくて情けなかったですけど、まあフリーズ見せれてよかったかなというふうに思います。ありがとうございました。最後に設定差とかね、まあ、ゆるメモで撮ったところを見せたいなと思いますんで、よかったら最後までご覧ください。実戦終了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。そして同時に申し訳ございませんでした。僕自身の、第2の実戦、まあ設定録を打たさせてもらったんですけど、まあなかなか勉強は一応してきたんですけど、それでもやっぱり演出面のこととか、完璧に理解することができてなくて、まあ、ちょっとタチタチしてしまったところを、ね、お見せしてしまったかなと思います。あとね、行部好きの方は本当にごめんなさい、申し訳ないです。行部はめちゃめちゃいいキャラクターです。僕も原作見たんで知ってます。はい、というわけで、今回設定6の台を、まあ、5、6台打たせてもらって、まあ、僕は1台なんですけど、で設定1を1台、打ってで、まあ、6なんて言うんだろう、まあいい見せ場のをね作りたいなと思いつつ、まあ、帰国収集2発外してごめんなさい、本当に外してしまって申し訳ないんですけど、とあとはまあロングフリーズですね、でプレミアムバジリスクチャンスをお見せすることができて、まあ、あとは ART への突入フロー、まあ、ゲームフローですねとかをお見せできたのかなというふうには思っておりますが、あと、チャンスゾーンの駿府城だとか、新しく業務のエピソード、バトルだとかはちょっとお見せできなかったのが申し訳ないです、本当に申し訳ございません。はい、でね、まあ僕、横で1を打ってて、僕が6を打ってたんですけど、まあ両方のね、ユニメも、取りまして、まあ、こんな感じで、ユニメも取りまして、でデータの方見比べていきたいなというふうに思います。まず、明らかに違うなというところからまず言ってきます。まあお互い総回転数は3600と3800なんですけど、まず設定1の弱チェリー出現率、これ40回引いてて3651に対して、出現率91分の1で、設定6の方が69回引いて 55.2 分の1と40、まあ、35ぐらい36ぐらい差がついている。まあ、これはおそらく極端だとは思うんですけど、まあ、間違いなく設定差あるんじゃないのかなと、思います。で、
まあその91と55っていう数字がもう明らかに離れかけ離れすぎてて、まあこれがもし本当にこの数字なんだったらとても参考になると思うんですけど、まあそんなことはないと。でももしかしたらまあこんだけ差が出るってことはカンプ要素として使っていいのかなというふうに思います。であとはもう目立ったあれはないですね。まあ行地リスク率が6の方が悪くて253分の1、で1の方で182分の1と、まあなんかこの転生みたいな感じなのかなっていうこともちょっと思いつつ、まあまあまあ他の500はね、まあ、チャンスベルトが分母重いんでっていう感じですね。はい。でまあ ART 突入率の方なんですけど、まあ、これが、まあ、なぜか設定1の方が、まあ、打ってる方が、まあ、フリーズも引いちゃうぐらいすごい引きが強くて、マジェスクタイム8回入ってるんですけど、まあ、僕が6回しか入れてないと。まあどうなんだろうな、うん、これはもう引きかなとチャンスゾーンの突入率に関しては、僕の方が入ってます。13回、僕は13回、入れることができてます。通常時が2497ゲームに対して、で1の方が、11回ですね。通常ゲーム数が2172ゲームに対してと。まあこれもでもなんかすごい大した差じゃないんですけど、まあでも確実にそこに設定差があることと思います。まあ数値として見て取れる明らかな設定差っていうのがそのあたりに一応なってますと。はい。で僕の、まあ、なんて言うんだろう、打ってみた感想というのもちょっといいですかね。まあ、設定6の機械割りの方が 110.1% と、まあ、割と控えめなマイルドな、機械割りになっていまして、つまりやっぱりそのなんて言うんだろう、刺激性に欠けているのかなというふうにはちょっと思いました。ただその代わり、まあ、僕の6はまた別なんですけど、周り横の6とかその横の6とか、まあ一緒に見てたんですけど、まあ安定してチャンスゾーンに入って、でそこからやりてつないで初当たりを稼いでいったなというふうに思います。まあチャンスゾーン自体の当選率も、まあ業務のやつでも 40% オーバー業務っていう名前出したら笑けちゃうんですけど、でまあその次、機関しろマジダニ機関しろってやつでももう 70% オーバーの期待度なんで、まあ周期1回当選することに、うん、まあチャンスが訪れるのかな、まあ当選率に差があるのかなというふうには思いましたね。でまああとは何だろうな、到達率に関してはもうなんか強者待ちな感じがあります。設定6でも僕の代でもやっぱりその強者を引いてようやくたどり着くと、周期にたどり着くと、それかもうゲーム数を消化する、どっちか、もう弱者とかもう巻き物じゃ、まあ、なかなかお話にならない感じなのが本当に本音の感想です。ちょっと振り分けがもしかしたらですよ、全然差はないかもしれないですけど、機関しろの方、男女の方の、チャンスゾーンへの振り分けの方がちょっと僕の方が多かったのかななんていうことも思いました。はい、かな、それぐらいかな。まあ継続率というか、まあその継続のモードの振り分けとかの設定差なんてことはもう本当全然わかんない、まあ回数も全然こなせてないですしわかんないんですけど、まあでも本当に継続はめちゃめちゃしやすくなってます。で ART がもう別格に面白い、本当に今までのバジリスクの中で、まあ絆もまあ面白かったんですけど、自力感それよりもやっぱり面白い、ガルパンあるいはモンハン、そのあたりに似た面白さっていうのがあって、やっぱレバーの叩きどころ押しどころっていうのがもうしっかりはっきりしてるんで、まあ面白いです。まあ面白いですけど、獲得枚数の方がなかなか少ないんで、もう獲得枚数を隠しながらレバー叩くボタン押すってやるとめちゃめちゃ面白いんで、気づいたら枚数が出てるっていうのが一番幸せなパターンかなというふうに思います。まあよかったらね、まあ皆さんもそうやってね参考にしながら、まあ今日の動画参考にならないかもしれないですけど、まあ先輩が引いてたフリーズ、あれを皆さんもホールで引いていただけたらなというふうに思います。まあ僕も多分これから実戦で打つかなと思いますんで、まあどんどんね解析出ていくと同時にね、僕の情報も更新していけたらなというふうに思います。まあ新大初日の、最速実戦ということを歌ってるんですけど、もしかしたらもっと早い方いらっしゃるかもしれないですけど、まあ楽しんでいただけたらなと、楽しんでいただけたらのならばよかったなというふうに思います。でまあケツバット、お見苦しい姿を見せてしまって申し訳ない、ごめんなさい。よかったらまた見に来てください。はい、ありがとうございました。何ですか、あ、そうなんですよ、だからなんですよ、僕オープニングでいつも成り上がりってやってるんですけど、オープニングの成り上がりがなかったから
それ引きも悪いわ佐藤。やっとく。変えるけど。変えるけどやっとこう。だからもう今から変えるから、こっからなんだよ。成り下がり。それダメダメだよ。綺麗に。まあ最後にね、まあもう夜中、夜中なんですけど、声もガラガラやな。まあ最後に綺麗な成り上がり見せて、実践の方終了したいなというふうに思います。行きましょう。本日ね、メガスロットコンコルド345吉浜店さんお邪魔させていただきました。吉浜店で、はい、なりなり今から帰るんですけどね。ありがとうございました。2発連続で来い、2発連続で連続で来い。じゃあ入れて、じゃあもう痛い痛い痛い、それもう終わり、終わりっすよ、それでもう。ああもう連続で来い、もう2発、あと2発で、ああ来い来い、もう入ってるっすね、来い来い、試合行くぜ、来い、じゃあ来い、あ来い、あーやーもうやんけやるまま先輩、じゃあ戻るぞ、おい、あいせーの、せーの、せーの、すんねん、お前これ、おい